こんにちは。身体の先、イメージキャラクターのマカスさんです。本日はですね、奈良市法蓮町にございます、ソフィー1という物件のですね、202号室のご紹介動画となります。それではマカス君と一緒にご紹介をさせていただきます。はい、さあ、まずはですね、こちら玄関となっております。さあ、玄関の方ですね、このように、下駄箱の方がね、ついております。さあ、玄関入ってすぐがですね、こちらが階段となっておりまして、2階の方に上がって参ります。はい。では、階段の方を上りましてですね、まずは左手側に扉がございます。さあ、こちらお手洗いとなっておりましてですね。はい。入っていきますと、このように、ウォシュレット付きのお手洗いついております。はい。またですね、こちら階段上がって、まずは右手側にはですね、このように洋室がですね、ございます。はい、洋室ですね。こちらクローゼットタイプのですね、収納となっております。はい、ハンガーポールもついておりますので、お洋服もかけれますし、こちらですね、衣装ケースも積んでいただけます。またこちら窓の方がですね、このようにですね、二重の窓となっておりますね。防犯性もね、高くなっております。はい。一度開いていただいてもまだね、もう一枚ですね、窓の方が、ございまして、はい、このようにね、二重の窓ついております。はい、ではこちらまた通路の方戻りまして、続きましてはこちらがですね、リビングとなっております。はい、リビングもね、このように綺麗なリビングついておりまして、エアコンが1台ですね、こちらに完備となっております。はい、またバルコニーの方はですね、こちらになっておりまして、はい、お洋服こちらにかけれるようになっておりますね。はい、こちらの窓の方もですね、はい、このように、二重のですね、こちらの窓ガラス入っております。はい、ではこちらリビングの方進んでいきますと、まずはこちらにですね、モニター付きインターホンついておりますね。こちらマカス君おすすめとなります。はい。さあ、またこちら人気のカウンターはキッチンタイプとなっております。さあ、上下にですね、しっかりと収納がついておりますね。はい。シンクも広くなっておりますし、作業台も広いですね。はい。2口のコンロもね、十分置いていただけるスペースでございます。はい。じゃあ、こちら進んでいきまして、右手側にはこのようにですね、洗面フロアです。はい。室内洗濯機置きはございまして、こちらはシャンプー、ドレッサー付きの独立洗面台ついておりますね。はい、またこちらにお風呂場ございまして、壁の方はね、青くなって、大変綺麗なおしゃれなんですね、お風呂場ですね。はい、このように浴室乾燥機もついておりまして、換気窓もございますのでね、こちら、湿気が溜まりにくいお風呂となっております。浴槽もね、このようにゆったりと入っていただけます、お風呂場となっておりますね。はい、では最後のお部屋をご紹介いたします。こちらですね。扉を開けますと、このように、こちらも洋室ですね。はい、このようになっております。はい、こちらはですね、収納が多めのお部屋ですね。こちらもクローゼット。はい、ハンガーポール付きのですね、こちらクローゼット。はい、2箇所ついておりますね。こちらもハンガーポールついております。はい、こちらもね、収納も豊富となっておりまして、こちらはマカス君おすすめとなります。はい、それではですね、最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸のまさきでは、ネット予約サービス、お迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおてなしの心、賃貸のまさきでは、お客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。